ドアいっぱいある。ちょっと動くとフレームレートがすげえガサつくな。これ仕様なのかな、ちょっと設定が悪いのかな、ちょっと見づらい。これメイドさん、ちょっとメイドさん、メイドさん、アストロン様強そう。入れない。客室か使用人部屋なのか。結構殺風景、何も物色できる。あ、こっちにも広さがある。ちょっと物色できるところがない。戻ろう。いいね、家族写真。執務室におられます。はい、なんかさっきの入れなかったところが執務。え、ちょっとここの部屋汚くない？あ、これが少年たちの部屋。これがお兄ちゃんの机で、これが弟くんの、これもお兄ちゃんのベッドで、これ弟くんのベッドで机。やばいね、差が。意外とメイドさんとか勝たせてくれない感じなのかな。こんな広い馬描いて、馬、何あれ、なんだこいつ、カメ。西の小屋、西ってどっちだ、左側か、左側。なんかこの左上のコンパスの見方が、あ、勝手に回るんだ。あ、水の中入れる。これじゃいけない、いけないし登れない。水の中歩くか。あー、いけない、ズボンびちゃびちゃになっちゃう。起きて、西の出口。あ、武器屋さん。これはヒューバート用。めっちゃ上がるじゃん、ヒューバート。え、これ買っといた方がいいのかな。え、てかヒューバートの方が強くない？お金あるから買っとく。買っとこう。売ろう。
ボーグ先に買った方が良かったのかな。道具屋さん、ノリってなんだ、ノリ。あ、なんか亀人は亀車で移動する。あ、さっきのあれか。ここがどっち側の出口なのかがわからない。ここ入れんの？入れない。みんななんか西のラントの道はいろいろあるし、外人いるし、デートスポット。うわ、こいつ爆発したよ。わ、なんだか腹が減ったな。それじゃあリンゴを取ってから行こうよ。めっちゃ見られてっけど。めっちゃ見られてるけど。この、なんだ、あれ、兄さんだって一緒じゃないか。2キャラ分くらい足りない。そんなはずない。坊ちゃんたち、リンゴが欲しいんですか。はい、どうぞ。え、めっちゃ優しくない、この人。ありがとうございます。治安良さそう。うん、ありがとうな。ほら、うん、うん、そうそう、坊ちゃんたち勝手に町の外や裏山を出歩いていたそうですね。めっちゃバレバレじゃん。めっちゃいい人じゃん。ああ、これってディスカバリーブック？ディスカバリー？町のみんなから聞いてない？世界の珍しい名産やその土地土地の名物のこと。そのディスカバリーブックに自分の目で見たものを記録していくんですよ。じゃあリンゴ。はあ、面白そうだな。珍しい。そんな定期的に記憶喪失のこってたらまずいでしょ。だから早くリンゴの木を記録してよ。あ、やっぱリンゴ記録すんだ。任せとけ。セーブ大事。街の外、やばい、ちょっと用がいい。よっしゃ。1,2,3,4,5 星5個。称号を1つにつきスキルは5ランク。でも称号がないからとりあえず、まあ、このままでいいのかな。なんか称号云々とか言ってた気がする。どうやって称号覚えたっけ。ねっからいいんだよね。道具屋さんに称号売ってたらちょっと逆にビビるかもしれない。
が動いてないか。こうリンゴじゃん。じゃあこれも持って帰ろう。まさか本当に持って帰れるとはちょっと思わなかった。あ、これ旅人いのし。正義の味方参上。やっ、ターゲット変えるのどうすんだっけ。まあとりあえずもう戦闘はめんどくさいからもう丸連打で行こう。でキラキラしたのはない。出たひよこ、ひよこ。俺の実力を見せてやる。テクニカルボーナスもあんの。これってまじなんか A 連打じゃダメな気がしてきた。そうそう、ちょっと武器変えてあげた方がいいのかな。でも少年のこの主人公のちょっと武器が最初のやつよりかは性能は上がってるはずなんだけど、見た目が木刀になってる。え、ちょっとこれ弱そうじゃない。ね、これあ、人ね、この今どき系の。デュアライズって、モザイと呼ばれるものを合成するとアイテムが作れるっす。へえ、俺僕たち仮面人に話しかけるか、街のお店ならいつでもできるっす。でもこれが必要っすよ。デュアライズブックっす。本読むか。ブックス。なんかめんどくさそうだな。本読むのマジめんどい。ポーズも真似してる女の子は。リンゴ、グミ、一個。せっせやな。あとはレシピ本とかそういうのもあんのかな。子供だと思ってバカにするな。某錬金釜みたいになんか変なもん入れたら最強、時間はかかるけど最強装備ができました的な。とりあえずセーブが先だな。天下のセーブを先にして、このひよこよく見た、かわいいじゃん。全然知らないわね。何
何か訳ありかしら。この子、自分のことを思い出せないんです。これは困ったわね。世にも珍しい芸を見たら思い出すかもよ。ちょっと。では早速、油かたぶら起きろ。起きて空中回転だ。油かたぶら回れ。動かないみたいだけど。こんな反抗期じゃん。めっちゃ訓練されてるじゃん。実に素晴らしい。いや、いいものを見せてくれてありがとう。その動きからすると、おそらくあなたとても優秀なサーカス隊員なんじゃない。もしくは秘密組織に訓練された美少女傭兵とかだったり。いずれにせよ、ロマンにあふれているわね。よし、私たちもロマンを求めて特訓ね。行くわよ、プクプク。もうおしまい。サーカス団に美少女妖艶だね。そうなの？よくわからない。でも前も今みたいによく体を動かしていたような気がする。じゃあ、あの人の言ったことが当たってる。これ以上はわからないね。一旦うちに帰ろうよ。ちゃんと世話できない。なの。え？くるくる回るお姉ちゃんが欲しい。え、お姉ちゃんペット扱い。怖いわ。食べる人に称号。一回グミを食べろとか。物色できそうなところはない。料理をたくさん作ると称号がもらえる。マイスターか。美味しそう。ご飯、じゃあ5人分のオムライス作る。いや、それはちょっといらないくない。あ、こっち。俺の実力を見せてやる。あのひよこ捕まえちゃダメなのかな。行き止まりっぽいから、とりあえず村に帰ろう。倒しながらでいいか。とりあえずキラキラ拾って小技こう。上がばっかり小で左右やれば範囲攻撃。
めっちゃこの女の子強くね。なるとキラキラももう一回取れるってことなのかな。